ナンバーアンダーラインアイ人気爆発、無双状態の中心配は飛べ。飛べ内部の激震。滝沢秀明氏の圧倒的リーダーシップによる広報担当者の離脱。飛べは、かつてジャニーズ事務所の副社長であった滝沢秀明氏、42歳、によって2023年3月21日に設立された。同年には、三宅県、44歳、平野。 神宮寺 IMP。元 IMPA シートルズが参加し、さらに同年8月には元ジャニーズ JR の大東が知り19歳同年9月には元キスマイ FT2 の北山博光、38歳、そして同年10月には騎士も加わった。ナンバーアンダーライン I の人気はまさに爆発状態で、その勢いは止まるところを知らない。 平野翔、二十七27歳、神宮寺優太、二十六26歳、岩優太、二十28歳、らによるナンバーアンダーライン愛の活躍は、日本のエンターテイメント界に新たな息吹を吹き込んでいる。最近、彼らは TBS 系列の CDTV ライブライブ、4時間30分スペシャルに出演し、デビュー曲、ゴートと新曲、ブローユアーカバー、お披露。これにより、 彼らの存在感はさらにました。3月30日には民放初出演となる日本テレビ系列のウィズミュージック春の2時間スペシャルに登場し、4月10日にはフジテレビ系列の週刊内内ミュージック拡大号にも出演が予定されている。彼らの人気は SNS でも顕著であり、平野のインスタグラムフォロワーは421.3万人。 神宮寺のフォロワーは205.2万人、岸のフォロワーは82.2万人となっており、その影響力は計り知れない。しかし、この華やかな外面の裏には内部での懸念が渦巻いている。戸部所属の広報担当者が会社を去ることを考えているとの噂が広まっている。この3月14日から17日にかけて、 トベ所属のアーティストたちが集結したコンサート、キューヒーローズ、トベファーストスーパーライブが開催され、4日間で22万人の観客を動員した。しかし、その裏で社内では異変が起こっているとの話が広まっている。しかし、彼らが圧倒的な人気を誇る一方で、内部では些細な騒動が起こっているという噂がある。それは、 トベの広報担当が退社を検討しているというものだ。広報は会社の顔ともいえる重要なポジションであり、マスコミやクライアントとのやりとりなどを担当している。そのため、広報の離脱は会社にとって大きな損失となる可能性がある。この広報担当者が退社を検討している理由は、現状に不満を持っているためと言われている。また、滝沢秀明氏、 42歳、戸部の創設者であり、非常に敏腕なリーダーシップを持っていることも、その一因とされている。滝沢氏は常に革新的なアイデアを実行しようとする姿勢で知られており、そのスピード感についていけないという声も上がっている。例えば、最近行われた東京ドーム公演では、観客がコンサート中に動画撮影を許可された。この斬新なアプローチにより、 SNS での拡散が促進され、トベの知名度向上につながった。しかし、このような斬新なアイデアが次々と生まれる滝沢市のスピード感には、スタッフがついていけないという声もある。これまでにも、滝沢市の決定がスピード感を要することがあり、それに追従することが難しいと感じるスタッフもいるようだ。これは、トベがまだまだ小さな会社であり、 変化に迅速に対応しなければならないためかもしれない。しかし、その一方で、滝沢氏の決定が社内で混乱を招くこともあるようだ。なぜ、広報担当者が急いで退職を検討しているのだろうか。その理由は何なのか。業界関係者によると、その一因として、滝沢社長が敏腕すぎることが挙げられている。 滝沢氏は非常にリーダーシップがあり、新しいアイデアを次々と実行に移していくチャレンジャーだと言われている。そのスピード感についていけないと感じるものも少なくないようだ。例えば、東京ドームでのコンサートでは、観客が自由に撮影を行える時間を設けるなど、従来のジャニーズ事務所では考えられないような施策を実施した。 その結果、SNS での情報拡散が加速し、トベの知名度が上がった。しかし、そのスピード感は会社内外で戸惑いを生んでいるようだ。社内のスタッフは滝沢市のスピードについていくのに苦労しており、そのため広報担当者が辞職を検討しているという。ナンバーアンダーライン愛は、 6月18日から3日間にわたって東京有明アリーナで単独ライブを開催する予定だ。しかし、その裏で飛べ内部では新しい問題が浮上しているようだ。果たして、この問題は彼らの快進撃に足かせとなるのかそれとも彼らの成長を促進するきっかけとなるのかナンバーアンダーラインアイは今後もさらなる活躍が期待されており、 6月には東京有明アリーナでの単独ライブが控えている。しかし、内部での問題が解決されなければ、彼らの快進撃が足を引っ張られる可能性もあるだろう。果たして、トべはこの難局を乗り越え、さらなる成功を収めることができるのだろうか